はい、どうも皆様こんにちは、ニュージーでーす。ってことでね、いやーもう大変ですよ。大変なんです。パンツがね、ケツにクイボーン。皆さんこんな経験はありませんか？ちょっとね、この質問おかしいんですが、おかしいのは分かってるんですけど、どうしてもねこれだけは聞きたい。はい、いや何人かの方はあー分かるわーって思ってるのではないでしょうか。はい、ああいう場合どうすんの？あれなんかパンツがケツに食い込んだらみんなどうすんの？パンツの位置、つまりパン位置ですね。パン位置を少し下げてずらすのか、こうやってねずらして気持ち悪さを取るのか、パン位置をね少しずらす。まあでも実際ね、これしか対策ないと思うんですよね。ないよね、パン位置を下げる。他あるかな、ありますかね。いやこれだけしかないよね対策。こういうことをすれば大丈夫よとか、気持ち悪くないよとかね、あればねぜひぜひ教えてもらいたいですね。まあパンツもねいっといろあるわけでね、パンツにはいろんな種類がありますよね皆さんね。もうパンツたくさんですよ。これでもかーってくらいあるでしょ、もうパンツはいいか。はい、ってことでね、どんなパンツが一番ケツに食い込まないか、しっくりくるかっていうのもね、誰か知ってる人いませんかね。なんかその検証動画とかあればね、絶対私見ますけどね。パンツが食い込まない、あ違う、食い込まないパンツランキングみたいなね、そんな動画あったら見ますけどね。ぜひねその動画をね作ってください。はい、自分は作りませんけど。はい、おすすめのパンツとかねあったらね教えてほしいんですよね。これはさ、でも世間の俺以外の人の悩みでもあるわけでして、だからさ、こうパンツを下げること、パンツを下げること以外にさ、何かこう方法知ってる人いたら教えてよ。はい、いや結局ねパンツを下げる以外対策はねえか、何かこう経験談とかあればよろしくです。また撮ります。